皆さんこんにちは、キリト役の松岡義嗣です。 SAO 家庭用ゲーム最新作ソードアートオンラインラストリコレクションがついに発表されましたということで、はい、まあ、本作ではですね、ウォーブ・アンダーワールド編をベースにしたオリジナルストーリーが展開されるということで、まあ、多くの悲劇を生んだアンダーワールド大戦がゲームでは全く違う展開を迎えますと、まあ、こうご期待ということですね。まあ、ゲームの世界でとのこう友情が生きていたりとか、あとこうキリトが心神喪失状態になってしまったりとか、いろいろあったんですけども、まあ、原作やアニメとかこうとはこうまた違った展開になるんですよ今回。まあ、だからもう、あ、アンダーワールド大戦ってこうなるんだっていう感じで結構ワクワクしながら収録していました。それで、まあ、初めて出会うさまざまなこう人物キャラクターたちが出てくるんですけども、まあ、ソードアートオンラインという作品を知っている人なら、まあ、嘘でしょってなんか驚くような展開があったりとか、まあ、こう物語の中のこうキリトと同じくこう僕自身としても一喜一憂してましたね。まあ、改めてこうアニメの方も10周年を迎えられて、まあ、ここまで本当に SAO っていう作品がずっと来られたっていうのは、やっぱ本当にこうソードアートオンラインっていう作品が好きで応援してくださった方々が、その応援がやっぱ結果的に力になってるんですよ。やっぱこう皆さんの中でこうソードアートっていう作品がですね、かなりでかく、心の奥底を侵食するぐらいに、こうどん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 こう響いていくというか、まあ、それが本当こう10周年に向かって皆様に刺さったのかなって。だからこうどん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 こう我々自身としても期待に応えようであったりとか、ね、これからもこうキリトとして演じていくっていうのもありますし、ね、全ての面でこうウィンウィンな関係として、ね、ガーってやっていけるんで、ね、だからこれからもですね、ソードアートっていう作品をですね、本当にこう楽しみにして、そして応援していただけたら多分どこまでも続くんで、まあ、目指せプラス10周年ですよね。はい、よろしくお願いいたします。はい、そしてラストリコレクションなんですけどね、こうアンダーワールドの全体を巻き込んで展開されるあなただけの物語をぜひ楽しみに待っていただけたらなと思います。以上、キリト役の松岡義嗣でした。